丈夫ですか？とりあえず雪大丈夫、大寒波大丈夫、いろいろ話したいことはあるけど。私は飛ばされそうになりながらも今日外出して外に出る予定があったので、外出たけど外歩くもんじゃなかった。もう傘2本壊れた。風がね、風が強すぎる。本当に飛ばされそうになった。前踏み出せないぐらい風強くて、向かい風で、ずっと向かい風で、もう傘を諦めてびちょびちょなりながら帰ってきた。道凍ってて怖いね。道が凍結っていうの、凍ってるのが一番怖いっていうか、車運転してる人が一番怖いね。ね、傘させないかったよね。壊れてる人いっぱいいた。ちょっと、うん、飛べるかと思った。空今日なら飛べる、小学生の頃の夢かなう今日って思ったぐらい風が。今も外の音めっちゃするし、そして外が寒すぎてエアコンが止まったりしてて、部屋も温まらないっていう。でもヒーターの前にいたらめっちゃ顔がほてった。そう、この前公園で言ってたやつ。もう危うく雪だるまになるところでした。スタッと撮影して遊んでた。めちゃくちゃ余裕ある。雪だるまの衣装着た衣装のアクスターか。そのアクスターもあったね。真っ白なと分かる。帰ってすぐ乾燥機に、浴室の乾燥にかけました。コート、ホットミルクじゃない、水です。水をガブ飲みしてる。常温の。皆さんまだ安心せずに外出る際は気をつけてお過ごしください。私はもう夏でゆっくり、夕方からはこたつでゆっくりしてお鍋食べてました。ダイエットと思って鍋と作ったけど、鍋を食べすぎてお腹めっちゃ膨れてる。普段の食べる時の量ぐらいお腹が苦しいぐらい食べちゃった。鍋、キムチ鍋。これから夜勤か。夜勤大変だ。こんな抵抗でも仕事ってなくならないから大変だよね。学校だとなんか臨時休校みたいなあったりするけど、お互い気をつけましょう。トマト鍋いいな。私も今度その鍋しよう。はい、ということで、本題とかではないけど、皆さんに嬉しいお知らせがあります。今日発表されたんですけど、改めてショールームで話させていただくと、
そんなそんなおおってお茶ハードル上げないで。なんとまだ知らない人もいるかな。私聖司玲奈はこの度舞台宇宙よりも遠い場所にキャスト出演させていただくことになりました。おめでとう、イエーイ。もう本当にびっくりした、すごいすごい。私この作品名前は聞いたことあったんですけど、ストーリーとか全然知らなくて、アニメを見進めてる最中なんですけど、もうめちゃくちゃいいお話。私アニメ見るの好きだから、そのアニメ見るとすごい入り込んじゃうんですよ。だからすごい今そのモードにもう入ってる。本番は5月だけど、ユニの舞台初めて見る。そう、舞台は博多座のフォーテッドグループでメンバーでやった博多座の仁義なき戦い以来なんですけど、でもこうやってなんかちゃんとソロでグループを飛び出して舞台をやるのは初めての経験なので、本当にめちゃくちゃ楽しみです。すごい演技のお仕事ずっとやりたいっていう気持ちはあったんですけど、なかなかできなくて、そういろんなメンバーが結構舞台をやってたじゃないですか。舞台といえば、まあ、卒業したけど7子とかもめちゃくちゃ出演したりして、いろんなメンバーが舞台やってたり演技の仕事したりしてて、私もできたらいいなって思ってたら、そう話をいただけて、でも選ばれたとかは全然分からってないんですけど、びっくりした言われた時。もうそんなもう本当に呼び出されて発表されてとかそういう感じではなかったけど、舞台のお話いただいて、いいんですかみたいな感じで、しかもアニメの実写化ってめちゃくちゃアニメのファンの方もすごいたくさんいると思うし、この作品のそうもうめちゃくちゃ見たらもう本当にすごいめちゃくちゃ壮大なストーリーで、このアニメのファンの人の気持ちがめちゃくちゃ分かった。だからそこも含めてちょっとプレッシャーというか不安もあるけど、でも楽しみの方が勝ってます。割と最近です、私が出演するってしたの。みんなアニメ見てみて、もう一回見たら多分止まらなくなっちゃうと思う。私あと3話ぐらいなんだけど、私が大事なこと言うの忘れた。私が演じるのは玉木凛ちゃんっていう主人公の妹役なんですけど、アニメでは
そんな最初の方全然ちょこっとしか出てこないんですけど、すごい重要な、一人一人全部のキャスキャラクターが重要なんですけど、メインの主要キャストって呼ばれるのかな、主人公4人の女の子がいて、その4人の主人公の一人の玉木真理ちゃんっていう子の妹、そうツインテールのなんかすごい、玉木真理ちゃんは結構天然っていうか、お抜けてるっていうか、ちょっとちょっと抜けてるところ、おバカなところがあるけど、すごい場を和ませてくれたり、その4人の中のムードメーカー的な子なんですけど、私が演じるマキニちゃんはお姉ちゃんとはもう正反対な、すっごいしっかり者で、しっかり現実的に考えてる子で、でもお姉ちゃんのこともお姉ちゃん思いですごくいい妹っていうイメージ印象です。だからセリフ全然本当に何もまだ分かんないから、どんな、セリフかも何も1ミリも分からないのであれなんですけど、出番で言ったら多分そんなに出番はないと思うんですけど、でもこの素敵な作品に携われることがすごい、もうめちゃくちゃ嬉しいです。本当にこのアニメの私もファンになってます。もう演技の仕事待ちに待ってた。ツインテールするのかな、髪伸ばすかもわからない、全然。でも舞台でやるってなったら、いやでも髪伸びなくない、5月までに5月17日が多分初日公演で、渋谷で行われるんですけど、皆さん予定開けといてください。現実的なところレニアとか確かにすごいしっかり者なマキリンちゃんです。アニメ予習した方が、もうそれはもうもちろん予習した方がいいと思う。いや絶対予習してください、めっちゃおもろいから、舞台がより楽しみになる。なんかあるその主人公の女の子が、なんか高校生のうちにやりたいことっていうのをがあって、その女の子にはそれがもう明確にこれっていうのはなかったんだけど、何か高校生のうちにやり遂げたいみたいな、そういう目標があって、あったその女の子と、もう一人の主人公のうちの一人の女の子が、全然学年も違う2人なんだけど、あるきっかけで出会って、でそのもう一人の女の子はなんかお母さんが昔南極に行くみたいなお仕事をしてたのきっかけに、その自分もそうお母さんに悲しい過去があって、
そのあんまり言うとネタバレになっちゃうからあれだけど、そのお母さんのために私が南極に行くみたい、行きたいって言ってて、周りからはそんな高校生が南極に行くなんて無理だよみたいな、そんな無理だって思うじゃないですか。その不可能を可能にするっていう、もう絶対無理でしょって誰がどう考えても無理でしょって思うことを、その女の子たち4人が出会って、もうバラバラの場所で出会った4人が南極に行くまでのストーリーが描かれてるんですけど、うん、本当見てて本当になんかもうこれぞ青春だって思う。学生時代に戻りたくなる、なった。学生時代ってさ、なんかあれやりたいこれやりたいみたいなこといっぱい思ったりさ、大人になったらこれやりたいとかあれやりたいとか言うはいいけど、言葉だけで終わっちゃうことってめっちゃあるじゃないですか。それをその彼女たちは有言実行させるんですよ。でも南極に行くっていう気持ちはみんな一緒だけど、目標は一緒だけど、それぞれにその南極に行くにあたってそれぞれのいろんな思いだったり葛藤だったり、いろんなそれぞれの目標があって、自分の成し遂げたいことが一人一人あって、でも最終的には南極に行くっていう目標がみんなで一緒にその目標を持って、高校生たちがもう未知の旅に出るんですけど、すごい見てて勇気もらえる。でも本当にその旅にはその玉木凛ちゃんは出てないので、どう私がどう出演していくのか本当にまだわからないんですけど、でもこの作品に携わらせていただけることには変わりないので、皆さんに見てほしいです。飛行機と宿も取ってよ、早い、おめでとうって、ありがとうございます。全部行きたいから有給、すごい、全部はすごい。でも渋谷のどこだっけ、渋谷文化総合センター大和田でも、まあ都内の中心地なので結構みんな行きやすい場所なんじゃないかな。新潟の人も新幹線で行けるし、東京はいろんなところから見に行きやすかったりするかと、その普段逆に新潟にあんまり来れないよってファンの方とかも来やすい人がいたりするのかな。5月の17日からもう21日まで間ハートありがとう。もししか勝たん、ありがとうございます。お花もありがとう。
キラキラもありがとうございます。なんかさ、みんなのアイコンが透明になってるんだけど、透明になってる、みんなのアイコン、顔が見えない、体も。楽しみ。どんな感じになるんだろう。いや、アニメがすごいスケールが大きい、壮大すぎて、南極に向かうにあたっても飛行機乗ったり船乗ったり、いろんな旅をしながら多分南極にたどり着くんですけど、それがどう描かれるのかめちゃくちゃ楽しみだし、本当に嬉しい、出演できるのが。アニメの実写化に縁があるかもしれない初めてのドラマも日暮らしの泣く頃にで、アニメの実写化でドラマやって、しかもあの時もちょっと妹キャラな感じの北条さと子っていう 役だった。ハートたくさんありがとう。東京に飛んでいきます、ありがとう。チケット発売いつからだろう、でもまだ詳しくは私も分かってなくて発表されてないので、後々詳細が出ると思いますので楽しみにしててください。これを機にいろんな人に知ってもらって、舞台もいいじゃんって思ってもらえたら嬉しいです。するってしたの割と最近です。舞台アカウントフォロー、舞台アカウントフォローよろしくお願いします。今どれぐらいいるんだろう。すごい勢いで、そう、引用リツイート150人、リツイート1000件、それぐらい期待してくれてる人がいるってことなので、しっかりその気持ちも忘れずにしっかり演じたいと思います。皆さんアニメ見といてください。演出も楽しみだね。確かに 2.5 次元で、すごいすごそう、照明とか。楽しみだな、たどり着くの自分たどり着く気で。待ってタワー、待って、反映されてないかもしんない。あでもギフトのやつ見るといる。あのね、ない、本当に。まみんなが透明だって言ったじゃん、星も飛んでないのよ。だからいやー、まゆちゃんありがとう。なんでだろう、ちょっと見たかった、見えない。ニコ生放送、あニ
コ生放送してるんだ。更新どうした、え、ニコ生した、ニコ生、ニコ生って何、え、見たい、え、ダメだ、バグってるショールーム、え、ニコ生のアニメーション、コメントがザーってここに流れるみたいな感じ、なんでニコ生放送始まったんだとかさすがにそれは適当すぎた、え、全然見えなかった、これはどうして、みんなが透明なの、名前は見えてるんだけどね、星とかも飛んでないし、みんながピョンピョンしてないの、なんで、せっかくくれたのに、えー、アップデしてないかな、アップデあったのショールーム、あるかも、それはタブレットの方、 TikTok が開いちゃった、タブレットの方だと、勝手にあれされないのかもしれない、最近あった、アップデートってどうやって見るんだろう、アップデート状況、画面ロックがじゃあそれで後で見せてください、ここには表示されてる、コメント見ると、ありがとう、なんかあったかくなってきた、めちゃくちゃ、みんな舞台楽しみだね、嬉しい、5月にまで楽しみがあるのが嬉しい、楽しみを作れたのが嬉しい、稽古とかもまだ全然始まってないけど、ハートありがとうございます、今日水いっぱい飲みたいんだよね、頑張ってこれ全部飲み切りたい、この生物を水で流す、これ飲み切れるかな、でも結構確かに人気だと思うので、このアニメ自体もすごい人気な作品ですし、ファンの方もいると思います、他のキャストさんもすごく豪華ですし、チケットが販売されたらこれまでにじゃあ予定を立てておきましょう、5月17日から21日開けられる日があったら一回だけでも見てくれたら嬉しいです、5月まで頑張っていきます、頑張っていきましょう、私も頑張ります、5月に向けて、すごいなんか本当に楽しみ、作品が素敵すぎて
何かに向かって頑張る人ってやっぱり応援したくなるし、それが南極に行くにしても何するにしても、もうマジでザ青春でも絶対に真似できない青春なんですよ、自分がもし高校時代戻りたいとか思っても。だからちょっとファンタジーまではいかないけど現実にできそうな、その境目ぐらいのその感じがめちゃくちゃいい。このアニメ夢を見れる、すごい。しかも4人、1人の女の子はその南極に行きたいっていうのがずっと夢で、もう南極に行きたいっていう目標だけでもう生きてきたみたいな、友達も作らずみたいな生きてきた女の子なんですけど、他の南極行くってなった4人は本当にバラバラの場所で、1人はもう学校も別な子がいたり年下の子がいたり、いろんな女の子たちが出会って南極に行くってすごくないすごいお話だわ、改めて考えると。でもそれをなんかファンタジーに感じさせないっていうか、本当にこの子たちならできちゃいそうってか、もうできるって応援したくなる見てて。寒さの演技なら任せて。そうですね、まあ、新潟で寒さ経験してるからそこだけが強み壮大すぎてまだストーリーを想像できてないでしょ。でも見たらもうすぐ入り込めるし、すぐ現実に近づく。なんかすごいその旅の途中で南極行くまではやっぱめっちゃ時間かかるじゃないですか、それまでのストーリーを書いてるんですけど、そのストーリーの間にすごい一人一人の成長がすごい目に見えて分かるっていうか、変わっていくんです、どんどん性格だったりその子の考え方だったりが、それが素敵だなって。今日は徹夜でアニメ見る、徹夜タイプねゆっくりじゃなく一気に見るタイプね。でも本当に見たら止まらなくて寝れなくなる可能性ある。今からなら2時3時ぐらいに見終わるじゃない、うっとうしてみたら。13話あるのかな、アニメ。もっと早く見れるか。アニメな、一緒に見れたらな、配信でいいんだけど。でもありだな、一緒に見るの、別々で再生して。嬉しい、すごいたくさんツイッターコメント来てるじゃん。久しぶりにこんなにコメントしてもらえて、リプしてもらえて嬉しい。みんな拡散もよろしくお願いします。明日暴風雪で休み予定だから見てしまうかも。え、ありじゃないもうすぐ見てほしい、絶対止まらなくなる。いやでも一緒に見たい気持ちもあるけど、とりあえず一人で全部見て、もうしっかり見てほしい。私も全部しっかり見てから何回でも 見たくなると思うので。今日肌のトーンが暗い、昨日めっちゃ寝たのに眠い。最近眠い病なんだよね。
眠すぎて病院行こうか迷ってるくらい眠い。何してっても寒いと眠くなる。暖かいとじゃないんだ。明日仕事行けない人多いのかな。じゃあアニメ見るしか。今日徹夜やな、徹夜やな、みんなで。あともう一つ、プレイリストさんに8枚目シングルの「ダリドリたちに空は見えない」をテレビ初披露させていただきます。1月31日に放送です。もう毎回プレイリストさんに出演させていただけて本当に嬉しくて、もう感謝です。そう、綿鳥綿蝶だっけ、どっちだっけ、そう、タイトルたちに空は見えないで歌番組出たいなって思ってて、出れないのかなってちょっとシュンとしてたら、だけどプレイリストさんに出れることになってよかったっていうか、もう本当に感謝です。プレイリストさん毎回トークがさ、歌う前にトークがあると思うんですけど、今回ちょっとトークも話してるので、トークも楽しみにしててください。配信終わってからすぐ見る、早っ。うん、さっきスケートボード TV 見ました。すごいですね。嬉しい、ありがとうございます、見てくれて。結構さ、でも私のこと知らない人とか、そんなに普段見てない人とかの目にも止まった感じがしてて、見てくれてる人がいっぱいいる感じがして感じてて、それをすごい嬉しい。すごく、テレビってすごいな。本当にスケボーでテレビが出る日が来るなんてさ、正直本当誰も思ってなかったし、自分も思ってなかったし、目標にもできないぐらい想像してない出来事だった。だから本当に聞いたし、番組自体が聞いた時の瞬間の動画とかツイッターに載せてたけど、本当に信じられなかった。信じられなくて嬉しくて、そこでグンってモチベーションも上がったし、プレイリストさんは関東での放送になります。新潟でも私ね、私もそう思うけど、そう、再放送とかもないのか。確かにね、配信系がないとちょっとあれだけど、でも楽しみにしててください。私は実家で見れる、よく録画して、はい。ちょっと目がね、本当にショボショボしてきた。フルーツ食べよう。そのスケート TV さんの話もしたい。もうなんか3日連続ぐらいしてる気がするけど、3回連続ぐらい。キウイ食べる、ちょっと眠くて。
目覚めるかな。フルーツすごいさ、今日鍋食べたんだけど口の中全部やけどしてさ、もう一回やけどしたからもういいやって思って、もう熱いもうフーフーもしなせずにもう熱いのを毎回口に入れてたらなんかだんだん感覚なくなってきて、もう全部今全部ヒリヒリしてる口の中、上も下も下も。でも、まあ、キムチ鍋だったからまあ味濃かったから味は感じたけど、まあ、熱すぎて熱いが感想だった。でもう本当にベロもなんか一皮張り付いてる感じ、わかる？上ほらへ、なんか唇もちょっとやけどしたか。いや熱々のまま食べたくて、だからキウイなんか絶対口の良くないよね。でもなんかしかもゴールドキウイじゃなくてグリーンキウイ、私さ、そうさ、そうなの、やけどしながら食べちゃう癖あるんだよね。せっかち人間だから食べるとき特にキウイいただきます。ゴールドキウイ以外普通のグリーンキウイ1年ぶりぐらいに食べたかも、てかそのとかも、ゴールデンキウイしかさ信用してなかったんだけど、売ってなくてスーパーに、でグリーンキウイが安かったから買ってみたんだけど、そうビタミン取りたいしむくみ取りたいなって思って、うん、ん？甘いよ。グリーンキウイってこんな甘かったっけ？もっと買えばよかった。どうせ酸っぱいんだろうなと思って1個しか買わなかった。セスプリです。セスプリって言うんだ。初めて知った。夕ご飯まだ食べてないかな。私4時半ぐらいに食べたけどめっちゃお腹いっぱい。うんさ、1回で半分ぐらいなくなっちゃった。汁めっちゃ吸ってさ、なんだろう、野菜でめっちゃ野菜具だくさんにしたらめっちゃスープ吸っちゃって半分以上なくなっちゃった。甘いんだ。しかもめっちゃみずみずしい。晩ご飯早い。お昼食べてなくてお腹空いたから早めに食べたんだけど、あとダイエット中だから夜昼夜兼でいっかって思って、美味しい。この3日間さ、すごいスーパーとか行くのめんどくさいから、寒くてため買いしすぎて冷蔵庫パンパン。でもトマトとか3パック買ったの、もう1パック食べちゃった。1回で美味しそうなトマトを買ったんですよ。美味しすぎて開けたら一口つまみ食いしようとしたら全部食べちゃった。今もの我慢してキウイとか偉すぎ。えわかる、偉すぎ、本当に偉すぎ。報われてほしい、この努力。でもこれをさ1ヶ月とか続けなきゃいけないんでしょ。
ヶ月は無理だな。めっちゃ美味しかった。あ、ベロヒリヒリしてきた。スーパー物が全然なかった。私あった、今日も行った。え、今日から行かなくていいように昨日めっちゃ爆買いしたのに今日また行っちゃった。でトマト買った、キュウイも買った。全然あったな。私行ったスーパー、キュウイってリンゴと一緒に袋に入れておくと甘くなる。え、そうなんだ。リンゴもあるよ。朝リンゴ食べて半分残ってる。リンゴ ペロが痛い。スーパーで酒のつまみ買おうと思ったら吹雪で閉店してたよ。うわー、でもそうだよね。今日お店開いてる人本当にすごい。私行ったけどもうキャンセルしようか迷ったけど、もう雪まみれになりながら行ってきた。いいな酒のつまみ。チーズのおつまみなんだっけ、モス、名前忘れちゃった。あれ食べたい。チーズね、めっちゃ簡単だった。チーズ食べたい。今日公演やってんのがすごい。え、待って、やってるの？それしょ。全然把握してなかった。ほんとだ。みんな頑張って。31日も発表されましたね。あのリバイバル公演もう8時か。終わる時間、まだライブ配信してる。でもギリ、あ、終わったか。お見送りぐらいかな今。大量に差し入れしたい。チーズは大量はもう幸せすぎ。太る。帰れない人多そうだよね。わかる。え、今日やったのすごい。公園、え、公園、ないと思ってた。2部リニューアルしたんだ。え、全然知らないかった。え、見たい。12時過ぎたら見よう。どうだった？リブの瀬戸井変更、しゃべぴ、ひそしな、キス調。めっちゃいいね。え、しそしな3期生攻めるな。しそまでしない、入ってすぐそんなキスをちょうだいとか、しそでしないキスとか、大人。しゃべぴはいいね、盛り上がる。ねえ、ひそしな以外、馬のギフトだけ奇跡的に残ってる。タワーかのように残ってるよ、ずっとありがとう。そこで止まってる。なんでみんなの顔見れないんだ、寂しい。なんか七七さんみたい。コナン君の犯人みたいになってる。みんな名前は見える。最近明かりが、ライトがつ
目に来る。今日メイク微妙すぎる。ファンデーションしてない。肌休めたくて。しそうでしない、あなたのキスはどっちつかず、思わせぶりでねえどこへと飛んでいくの。まだ見れない。みんなの顔見れない。見せて。するのかな、しないのかな。みはるのグレールの投稿かわいすぎる。マジで可愛くね。普通に推し。可愛すぎて。私も早く髪伸ばしたい。みはるは切りすぎたってさ、短くなってるよね今。ちょっとこれは長いか。インスタのやつ。そんな時は本来おしゃべり会。それな。今受付中だよ。2月11日の最終受付だよ。2月11日分みんな撮ってくれたかな。私は何部だっけ。4部あるうちの、でもね、なんて言おうとしたんだっけ、忘れちゃった。ちょっとキュウイ置いてくる。ついでに手洗ってくる。そしてトマトを持ってくる。やみつきっていうトマトだった、品種。ちょっと本当にうまい。これ本当に美味しい。今まで食べたトマトで一番好きかもしれない。フルーツトマトよりも濃い。ローマ字でやみつきって書いてあるやつ。美味しい。これもう本当に100個食べたい。100個食べれるこのトマト。本当に盛りなしで100個食べれる。食べたい。スイーツみたい。本当にいちごよりも甘い、りんごよりも甘い、ぶどうくらい甘いめっちゃ下手やん食レポ。うまね。馬がタワーになってるんだけどお腹壊れないかもしれない。やみつき、そう、それ、そのローマ字です。大出演おめでとう。ありがとう。
ありがとうございます。頑張ります。玉木凛です。凛ちゃんです。いちごとトマトのあんたどっち食べる？品種によるそこはフルーツトマトだったらフルーツトマトかな。 甘ければ。寒い。トマトとキウイで寒くなった。舞台出演おめでとうございます。ありがとうございます。みんなに言ってもらえて嬉しい。思想でしないあなたのキスはどう落ち着かず思わせぶりでねえどこへと飛んでいくの。へえ、コラブさんのライブで限定で声出しだって。いいな、声出し。声出ししたい。 してほしいだ。したいじゃない、してほしい。こちらはずっと喋ってたわ。こたつつけてるからかな。ほてほてってしちゃう。チーク塗ってないのにさ、ほっぺ赤くない？チーク塗ってないの今日。ハンデもほっぺが赤い。目薬させばいいんだ。よいしょ。停電しないよね。湯船入れたいけど、湯船入れてさ、その湯一体のにお湯出なくなったら嫌なの。逆にいいか、そこで温まればいいのか。え、今のうちお湯食べたのか。いや、今のうちは早い。目が白くなる目薬、なんかいつだかにショールームで宣伝してた気がする。これ使ってみて効果あったら言いますねみたいな。結局ちゃんと前に使えてなくて分かんない効果。スマイルホワイティエ、目が白くなる目薬です。目ん玉、目玉じゃなくてこの眼球が白くなる目薬が眼球白くするの夢だったんだけど。でもなんか言われてみれば白くなった気がする。眼球、自分の眼球汚いなって思ってたんだけど、今思わないから。あの頃となんか変わってんのかな。目薬さした目が痒くなった。水道管冷却しないうちに水ちょろちょろ出してる。それ大事かも。今日のトレーナー飲ながら。今日のトレーナーはエピーヌでーす。なんかついてる。絶対気持ち鍋。あ、違う、怒るよ。エピーヌファンの方からいただきました。もうさ、いただき物しか来てない。洋服全然買ってない。買わなきゃって分かってるのに洋服にお金使えない。あんまり凄い、これめっちゃ片付くやん。新潟マイナス5度。今日一番寒いんじゃない。てか一番寒いか。
サンキュー綺麗、ありがとう。昨日洋服爆買いした、いいな。なんか可愛い服あったら教えて、買うから。もう探すのが大変。それでカレーうどん食べれますか？うん、食べれます、食べれますけど絶対に飛ばして洗濯がめんどくさくなるだけ。似合ってる、ありがとう。薄ピンク、昨日一昨日原色着てて似合ってるってな思ってたけど、やっぱり薄ピンクでも自分の中では薄い色似合わないかもしれない。肌が暗く見える、ファンデしてないっていうのが暗くないけど、かわいい、ありがとう。うまい、一生タワーなんだけど。うまい、投げてくれた人タワーになってありがとう。洋服欲しいな、探します、ありがとう。なんかでもお洋服って1回しか着ないことが多いんだよね。なんかそのために買ったお洋服って、渋谷からおしゃれしないと、ダメ、毎日レッスン着じゃない、おしゃれな服、おしゃれになりたい。いやなんかね、スケーボーファッションのが好きになってきてるっていうか、でもたまにやっぱワンピースとか着るとテンション上がる。歌唱力の服とかめっちゃ可愛かった。あれもそうですね、何でも似合うから羨ましい。ミャンミャンヤ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 ン、ノン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 、タイトなスカートとか似合わないよ、着るけどマーメイドとか、お尻でかいから。シンプルにストレートに言いすぎた。身長小さくてさ、お尻出てるからさ、バランスめっちゃ悪いんだよね。いいじゃん、ボンボン9ボンでって言われるけど、でも本当にお尻があると服をすごい選ぶ。上もそうだけど、そして私はウエストが細いからウエストも合わない。ウエスト細いのにお尻が出てるからバランス本当になんかどうなってんのかな、本当に。私本当に何したらこのスタイルになるんだろう、意味わからんスタイルしてる。お尻あるの最高や。やん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 、ない人からしたらあるの最高って思うけど、ある人はみんな多分なくなりたいって思ってる。ないものねだり。ウエストも合わないからさ、自分で詰めるかとか しなきゃ合わないことが多い。あと長さね。でも私足が短いわけじゃなくて身長が小さいから、身
身長に見合った服があんま少ないっていう。上半身と下半身のバランスで言ったら別にそんな悪くはないと思うけど、足短い、身長が小さいから。渋谷でおしゃれしなきゃかな。女型の巨人ですか。やめて、それユナコとユメとアエナのいじり。私の体を見たことない人にしかわからない。私が女型の巨人だって。意味わかんない。なんかいや、ヤヒも言ってきたわ。なんか私がさ、脱ぐだけで笑うの、ヤヒ。お風呂入る前に、お風呂入ろうって思って私、まあ、みんなの前で脱ぐとかじゃなくて、脱いでから私忘れ物絶対しちゃって、その着ない状態でリビングっていうか戻ってきた時になんか裸見て笑われる。そう、えひ私のことめっちゃ笑ってくる。そう、歯並びも笑われる。笑うと笑われる。笑った時に歯見えるじゃん。この 歯見て笑われる。ひどいよね。あのね、歯並び綺麗すぎておもろいらしい。舞台おめでとうございます。ありがとうございます。いつよりも遠い場所出演させていただきます。都合どうなってるね、え、わかる。想像したらめっちゃおもろい。私本当にこれ人工の歯です。なんかよく矯正してるって言われるんだけど、生まれた時からこの歯えぐ。歯科検診の歯って言われる。ヤヒの他に歯並び見て笑う人は いないです。え、人工の歯って言った私、天然の歯です。人工の歯ですはやばい、はずい。虫歯もない、できたことない。あ、一回あったな。でもグラグラしたる時で、だから子供の歯だったからもうすぐ抜けちゃって大丈夫だったけど、それ以来。あと何もしてないのに歯白くなったって言われて、久々にノエに会った時にホワイトニングしたって言われて、してないのにホワイトニングしたってめっちゃ褒め言葉じゃない。歯磨き粉でそれのピオーラのホワイトニングのやつ使ってるぐらいで、でもホワイトニングしたいな。ホワイトニングしてる子めっちゃ綺麗。でも私したらさ、めっちゃ人工な歯に見えそう。全部いじってる人みたいになりそう。難しいね、美容って。でもホワイトニングってやるとスースーするらしいよ、セルフでも。風邪でスースーするって聞いて怖くなってやりたいと思ってたけど、まだ行けずにいる歯医者さん。歯磨きのお手本用の保健室に置いてあるやつやん。わかる。
トウモロコシみたい。でもセルフホワイトニングしてみようかなって思う。でもなお金、いや、やっぱやめた、お金使いたくない。それに何にお金使ってるとかはないのに、なんかお金がどんどんなくなってても、そりゃだ、それが。自分磨きに使うのはいい。確かにシャンプーも自分磨きの一つ。私今スケボーにお金一番使ってるかも。使ってるっていうか使わざるを得ない。高いから一つ一つが。トラックとかも1万4000円ぐらい全部2つ合わせて1万2000円ぐらいか。デッキも1万ちょっとでしょ。シューズもボロボロになって買うってなって、安くてバンズの5000円ぐらいのやつでしょ。シャンプーもそう。私シャンプーにお金かけるようとしてさ、一回頑張るとそのシャンプーがなくなってから次市販に戻しちゃう。美容室のシャンプー2回連続続いたことない。やっぱシャンプーだよね。てかこの2日間でめっちゃ髪色落ちた。どう思う今の色。ちょっとプリンはそんな目立たないよね。ドライヤーもさ、みんなの家さ行くとさ、みんなリファとかさ使ってたりさ、アイロンもさリファ使ってたり、あのなんだっけ、めっちゃいいやつ、ヘアビューロン使ってる中、私ずっと 2way のコテとストレートアイロン、同じ 2way のやつ使ってる。しかもあんまり使い心地よくないなって思いながら1年半以上使ってる。アイロン新しくするって決意したのにさ、結局あるもので耐えちゃう謎のプライド。ドライヤーもなんか軽量のめっちゃ風速強い、風量強い安いやつ。ドライヤーは壊れて買うしかなくて、その時もね、あのリファを買おうとしてたの、高いやつを。みーちゃんとかにも相談して、絶対高いやつがいいよってで、わざわざ LINE して、やあのどこだっけな、となぜか都内に行ったんだよね、ドライヤー買うとき。都内かどっかの新宿かどっかのビッグカメラに行ったのか。それでなんかその日に買いたくて、みーちゃんに LINE して、わざわざ相談して、そのビッグカメラに1時間ぐらい居座りながら迷って、調べ、自分で調べたり、みーちゃんに LINE して何がいいかなって相談しながら、結局高いのがいいって。調べても絶対高いのがいいし、みーちゃんに聞いても高いのがいいって言われたけど、結局渋りまくって安いやつ買って、それずっと使ってる。シャンプーもここ最近ずっと市販。なんなら温泉行った時も温泉のシャンプー使っちゃってた。本当に最低だよ。もっと自分を大事にしなきゃ。だから努力しなきゃだよね。美の努力。いや、してる、筋トレしてるもん。それだけは偉い。
意識長く使うものは高い方がいい。わかる。買ったら買ったで後悔しないんだけどね、高いの。いやでも高いの買って後悔したことなんかあったな。で高いの買って後悔するのってめっちゃ辛いなって思ったんだよ。なんだっけ、洋服かな。それでケアちゃんとしたらめちゃくちゃサラサラやん。そうなのかな、変わんないと思ってるんだけど私。変わらないから別にお金かけなくていいかなって思っちゃってる。変わるんかな、私の髪に 最高級のケアをしたらどうなるのこれ以上。わからない、自分がわからない、もう迷ってる人生嘘、そんな悩んでない。めっちゃ悩んでる風に言ってみたけど、掃除機ゲットした。掃除機は正直そんないいやつじゃなくていいかもって買ってから思った。一人暮らしのものさ。あでも結局シャークのちょいちょいいいやつ買った。2万弱ぐらいか。いやそんなしなかったかな。3、4個前のモデルで安売りしてて元旦セールみたい。掃除機は正直ね、私も心の中で思ったけどスルーしてたのに突っ込まれちゃった。気まずい。家で筋トレ続いてる、本当に意識高いと思うし、偉い。家でできるってすごい。ジム行ってたらやらなきゃ、お金払ってるからやらなきゃってなるけど、家って別に無料だからいつでもいいわけじゃないですか。まあでも自粛期間の時よりはちょっとハードっていうかサボり気味だけど、でもまだ腹筋は残ってますよ。プーさんみたいになっちゃった。この二重顎なくしたい。この二重顎取りたい。あとちょっと、でも肉感ちょっとなくなってきた気がする。はちみつ食べたいな。プーさん、ジム行ってても行かないとにならないですけど、どうしたらいいですか。今すぐ解約してください家でやるかって決めた時にやるのと変わらんよ多分。じゃあ私に行かしてそれはどういうこと。ジムも通ってたんだけどさ、結局やっぱお金かけたくないなってなってやめた。私ってそういう人間なの。お金の使い方すごい下手だと思う。気にしなくていいところ気にしちゃう。メンバーとご飯行くときすら毎回気にしちゃう。でもそんなやつ嫌だよね、すごい。そんな出さないけど内心、あやっぱお金かかこんな行くよなって思いながら払ういやでも食べてるときは楽しいからいいんだけどね。図書室で本、図書室の本で勉強怠らないっていうもの。
生はかどらない、はかどらないか、結構逆だった。寒いです、温めて。おお、ストレートに来ましたね。さ、そう、一緒にこたつで温まりますか。このこたつ全然あったかくないですよいいですか、それでも。マジで寒いですでもね、気づいたんだ、私学んだ。あの、ね、このこたつがあったかくないのはカーペットがこたつ用じゃないからってことに、まあたどり着いて、このこたつの中にブランケット、ジェラピケのブランケット2枚敷いてんですよ、ごちゃごちゃってして。そしたらね、ちょっとあったかくなった、気持ちいい。今食べ過ぎたの、本格的にジムに行きました。いいな、車あったら私も行きたい。でも新潟運転怖い、雪怖い てか雪で運転させてくれない、両親が。車買いたいってよく言うんですけど、最近そんな簡単に言うんじゃねえって言われる。ただでさえ私ケチなんだから、多分あってもガソリン代払いたくないって言って使わなそうそういう維持費かかる、車検もあるしね。だるまありがとう。免許すら取らせてもらえないかゆりちゃん。いやー、それは大正解だと思います、そのナイス判断って感じ維持費マジ高い。どれぐらいですか。無理だ、今ですらカツカツっていうか足りてないのに、やっぱやめました、すいません。じゃあいつになったら私車ゲットできるの。なんでさ、みんな車持っててるの。どうやってさ稼いでるのどうやってそんなに全部払ってるの、家賃と車と。みんなが頑張ってるからか。でも自分で思いません、自分よくやっていけてんなって。私もなんだかんだでさ生きてれば、普通に生活してたら生きていけるじゃないですか。一生懸命働いてます。そうだよね、そうだよね、やっぱみんな頑張ってるんだよ、それを維持するために。車にしても家族いる人もいたりするし、めちゃくちゃ働いてますから。そうだよね、マジでギリギリ生きてますギリギリなのにさ、応援してくれるってありがとう、心強い。ギリギリの方がスリルあるよね。でも私もギリギリ、正直いや、でもね、何か目標を持ってお金を貯めるってすごい大事だなって思う。その目標が、そのお金が実際どれぐらい役に立つかっていうよりも、それに向けてお金を貯めるっていう行為をしたことに意味がある。今のセリフは、あの舞台の宇宙よりも遠い場所を思い出して言いました。ちょっとあらすじです今ちょっと私の言葉じゃないです、そのアニメ思い出して喋ってみた。そういう場合もあるし、稼いだら稼いだ分だけ使うのが生きがいで、お
金を稼いでる人もいるよねきっと。そう、毎月カツカツだけど、その月その1ヶ月充実してるみたいな、そういう人生もあるよね。そういう人いるよねっていうか、結構学生とか割とそうなのかな、楽しそう、そういうのも。でも私はそれは絶対にできないけど、そういう人尊敬する。もうある分使っちゃえみたいな人、そういう人の方が実際なんか楽しそうな人、楽しそうって見えるだけかな。学生なんてカツカツを楽しんでます。カツカツなのに楽しそう。確かにそんなイメージ。意地でも貯金したいタイプです。私もちょっとそっちかもしれない。でも最近足りてなくて貯金できてない。出費が多くてかな。使いすぎちゃうのやめたい。ねえ、でも自分の好きなものにお金を使うのはいいことだよね、きっと。ある程度貯金に回す感じかな。そうですね、それが一番いいよね。ちょくちょく貯金して使うときは使う。レニアはコンビニでも電子マネー派？それ聞いてどうするの？でも私はスイカとかペイペイの連動の仕方分かんなくて一生してなくて、ペイペイはメンバーと割り勘するときにだけ使う。私基本はカードかもしれない。ペイ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 今しかない。レイちゃんをするの今しかない、今しかない、今しかない、今しかないのかもしれない。そういう今を楽しもうとしてる人の方がすごい魅力を感じたりすることが多い。私が真逆だから。将来どこよりも今楽しみたい。いやー見習いますわ、ほんまに尊敬ですわ。ピピン、人生はエンジョイです。やっぱりみんなやっぱ人生経験してるだけあるな。私の一回り二回り三回り四回りちょっと言い過ぎたな。それはいや本当にちょっと戻るけど、今回の舞台の宇宙よりも遠い場所のその出てくる南極を目指す女の子が本当にすごい子で、一つの目標のためにもう無我夢中で頑張る。なって感じました。アニメ見てて、四回りはやばい。20歳だから80歳ぐらいってこと。80歳の方いらっしゃいますか？言ってなかった。舞台本当におめでとう、ありがとう、嬉しい。ほんまにセリフ覚え、まだセリフも何も一文字もわからない。
ります。頑張ります。楽しみです。すごい、すごいキャストの方もそういう方ばっかりなので、いろいろ吸収して帰ってこれるように頑張ります。ドキドキ。ドキドキが暴れてる胸の内側から破るように。ありがとう。えにゃなんでき、れいちゃんならできる。舞台の時は22歳。やばい、忘れてた。22歳になってしまいます。もうよろしくお願いします。でなんか自分大人すぎるな。大人になりたいって思ってたけど大人なんだよ22って。結構でも周りがの年下の子が大人びててみんな自分が年上に感じないんだよね。何歳に戻りたいかって言われたらもう正直なことを言うと小学生の何も考えずに遊んでた時期。何も考えなかった。何も考えずにもう外で缶蹴りしてた。涙出てくる。なんでそんなに、なんであんなにのんきに楽しんでたんだろう。幸せだったな。絶対ひのちゃんより年下だよね。ちょっと傷つく。でもマジでわかる、わかる。でも私ってさ妹末っ子気質あるのかな。最近2期のメンバーでも仲良くなるとさすごい頼っちゃうんだよね。めっちゃ2期のメンバーのことマシとかひのちゃんもそれ夢になんか頼りまくりだし、もうママみたい。夢、私ママだと思ってる。それは嘘。本当にそれぐらい一期の中ではしっかりしようって思っちゃうかもしれない。なんでも逆じゃない。絶対逆じゃない。だからすごいさ後輩にすごい話しやすいとか同等の立場で気持ちを共有できるっていうのはあるかもしれないけど、共有できるまでで全然頼りがいにある。頼りがいあるには慣れてないんだよね。慣れてないし慣れる気がしてない。でもなんかそれでもいいのかなってよくない。そういう人がいてもいいのかなって。リリカにはなんか頼れそう。え、どういうこと？頼れそう。私がリリカを頼るってこと？さすがに、え？リリカ中二だよね。さすがに頼ってほしいわ、それは。
一気にキドラさんの中で一番早くキスをちょうだい踊れるようになりそう。いや基本踊れないのよ自分の曲じゃない曲ってしかも季語との鬼滅の曲なんて踊れないのよ。自然渋滞をモデルでみんなが入れ人気すぎてメンバーから高速道路の手前で私を下ろしてちょうだいねえねえ今すぐさよならできないことって知ってるそれでも下ろしてちょうだいもう耐えられないどうせ終わりにするのなら早い方がいいそんなに決まってるでしょそれはルール違反だって約も承知のうちよここから歩いて帰るむず歌むずすぎて覚えるのにめっちゃ必死苦労したダンスはすぐ覚えたけど曲が覚えられなく今も歌えてないかあさって自然渋滞やるそうなあさってって私の公演の日あーやる私やるヤヒのとこでやるイバイバルで自然渋滞やる雰囲気なんだったんだいや私も本当にちょっとあれは正直わかんなかったナナミのわかんなかったガチでやると思ってるってファンの人が感じたからあれこいつどうすんだろうって思ったら何の回収もなくやらなかったけど、まあ、次はやります練習はもう毎日集まれない日はズームでリモートで踊ってるんで毎日暇さえあればズームつけて踊るみたいな途中ちょっと抜けるってなっても入れる人がもういそのままいて踊り続けるっていう頑張るか明後日余裕だよマイク落とさなければユナコの卒業公演でマイク思いっきり落としたマジでもう焦った初めての曲で気合入りすぎた お湯出るかなお風呂なんかずっと風強いするのなら早い方がいいそんなの決まってるでしょそれはルール違反だってずちょろちょろ流しておくと分かったそうだね後でそうするくじになったら終わりにしようかななんだかんだで、ね、くじお風呂入れてる間に筋トレしよう最近湯船入りたくなるから待ってる時間有効活用承知のうちよヒロアカのロッキーをさ一気見してた時もさ途中でメンバーと見てたんだけど途中で筋トレしていいって筋トレするけど気にしないでって
言ってた。ヒロアカロッケは、うん、大戦争です。残酷な。筋トレどんなことしてるの？でも YouTube 見てやることがね多いかな。一番楽だから。最近見てるのはあのね、すごい綺麗な女の人、超地獄の9分、世界一の腹筋、世界一再生されてる、マリナ・タケワキ、タケワキ、マリナ・タケワキチャンネルです。マリナ・タケワキさんのチャンネルの世界一の腹筋ってやつやるときに一瞬できついです。お腹筋肉痛になるぐらい。ヒロアカ見てると個性欲しくなる。え、てかさ、そのか原作を書いてる人がよくこんなにさ思いつくなって思う。よくこんな個性とキャラ思いつくなって思ったけど、名前だけはひねりなくておもろい。てつ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 、かわいい、ありがとう。あと最近新キャラのナレーションも雑になってきてない？個性なんとかなんとかができるの。ウサギみたいなことなら大抵何でもできる。ウサギみたいなことなら大抵何でもできる。ウサギ以上にウサギみたいな。ウサギ以上にウサギって何？なんだっけ、ロッキーから出てきた新キャラのウサギ。あの人、あの人化け物並みに強くて笑っちゃったんだけど、私なんだっけ名前。ドラフトの時に初めて見て久しぶりに興味を持ってめっちゃ痩せました。久しぶり、久しぶりすぎませんか？めっちゃ痩せたのかな。めっちゃ変わりました。前髪があるからかな。いじってないです。歯も自然です。ミルコ、それミルコ強くてたくましくて笑っちゃう。口も強い口調で。キャラ名覚えなさすぎるところ好き。いやー、わかる。私キャラアニメめっちゃ見るんだけどさ、何も覚えてない。ミルコはロッキーから急に出てきたじゃん。しかもそんなミルコって名前呼ばれないから分かんない。ウサギだよ、ウサギ。キラキラありがとう。あと5分。あ、水飲まなきゃいけないのか。私水って飲もうと思って飲むとなんでこんなに美味しくないんだろう。これ香水だったの？あ、違ったの。なんだった、なんて書いてあった。まだ綿止め、まだ綿止めだし、馬がタワーです。馬がど真ん中にずっと座って、馬タワー。マジでなんで？見せてみんなの顔を。話さんだよ。え、なにこれ。あ、ありがとう。でもギフトは見れてる。
スタバのフォンダンショコラいつになったら飲みたい、飲めるかな、飲む日決めよう。いつまで我慢するの。でもお腹周り、足周りちょっとすっきりしてきた。こっちはこんなに見せてるのねえ、後で見せて。固有名詞覚えられる数決まってるらしいからね。そうなの。じゃあもう私すでにもうキャパオーバーってこと。じゃあすごいいろんな人の名前覚えてんじゃないの。でも私芸能人とかも出てこない。なんでだろうね。そっか、この授業やってたファンの人でいっぱい覚えるからかな。そうかもしれない。もう9時か、早い早い。はあ、湯船入って寝たい。ドライヤーがめんどくさいです。リファでもないドライヤーで乾かします。でもヘアビルンでもない。軽量強風量速乾。こういう名刺を教えてもちろん忘れないね。忘れないよ。何か覚えたら何か忘れる。つらっ。何その代償みたいな。お風呂入って温まるよ。温まる。お風呂入れるのもね、ボタン一つでできたらいいんだけど、まあ、この前お風呂でもみ洗いしたからさ、湯船なんかちょっと洗剤残ってさ。何をもみ洗いしたんだっけ。そうだ、スケボーで泥だらけになった真っ白のパンツだ。まず野球部かと思うぐらい汚れた。あのインスタに載せてたさ、私が口から顔面からこけた日のあの服、めっちゃ汚れたんだよねあの日。汚れ落としの天才。ビフォーアフターの写真撮ればよかったって思って、本当にめっちゃ抹茶色の泥だらけだったんだけど、固形石鹸とかワイドハイターとか使いまくってこすってこすって染み込ませてつけておいたら真っ白になったの。私クリーニング屋さん向いてるかもしれない。クリーニング屋さんのお仕事なんかあったらお待ちしてます。ないない、そんなものない。クジだ。カレーうどん汁は朝飯前。そうだね、泥は一番落ちづらかった。泥って濡らしちゃダメなんですよ最初。乾かして極限までサラサラにスススって泥を手で落としてからと、もうこすっちゃダメ。トン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 でつける。最低一晩。何の話してんの私。何の情報。
いらん知識、自分には必要だけど、みんなはそんな汚すことないでしょ。まあ汚れたらこちらまで受けたまわります。1着1万5000円でどうでしょう。よし、安いか。じゃあ3万で。じゃあランキング見ますね。ねな馬タワーありがとう。13位から見ます。13位、りっくんありがとうございます。12位ひんじさんありがとうございます。11位ぬっくんありがとうございます。10位まっつんさんありがとうございます。9位かつとしたん、かつとしさんありがとうございます。8位いちたさんありがとうございます。あ、エアコン止まった。7位ちーちゃんありがとうございます。6位ミスターさんありがとうございます。5位しゅうちゃんありがとうございます。4位せいじれいなさんがとても心配ですさんありがとうございます。3位令和のひじかたさんありがとうございます。2位赤じゃちさんありがとうございます。そして第1位まゆちゃんありがとうございます。タワー、ニコ生タワー見れなくてごめんね、ありがとうございます。歌い改めてよろしくお願いします。宇宙よりも遠い場所、ぜひ事前に見て復習しておいてください。ありがとうございました。スクショ、売れない、せっかく発表あったのに。はい、ありがとうございました。